ジブコ H540 パースのラングレーパークで飛行する H540 ジブコ H540 はアメリカ合衆国のジブコエアロノーティクス社が製造している極技飛行用飛行機。H540 と自身も開発に参加したカービーチャンブリス極技、飛行士であるカービーチャンブリスの意向を組んで開発された高い操縦性と整備性を有する無制限極技機。機体は 単発単座の剣欲機で、膠着装置は固定されたおン式。キャノピーは左開きである。下方の視界が悪いため、機体下部の側面の一部に透明なパーツが採用されている。軽量であるが堅牢な副鉱材で成形された、交換性骨組みを持ち、舗装されていない芝生で、離着陸や激しい軌道にも耐えられる、機体強度を有する。420デグ。 S, S の応転率と 3700fpm の上昇率を発揮する高性能機であるが、修理、改造が容易で、価格も3000万円前後に抑えられているため、プロだけでなく、アマチュアにも人気が高く、1990年代、半ばから国際的な極技飛行競技会で、いくつかの勝利をつかんでいる。 レッドブルエアレースワールドシリーズのマスタークラスに参戦する選手には改良モデルである 540V2 が提供されており、自身もレースに参加しているチャンブリスのほか、室シ義秀、マイケルグーリアン、ハンネス・アルヒなど多くの選手が上気としていた。2016年からはカーボン素材の見直しによる軽量化や機体形状の空力的改良など、レッドブルエアレースに 最適化された 540V3 が最新モデルとなる。レギュレーションでウィングレットの追加や風防の形状変更などが許可されているため、選手により急気候などの形状が異なる。特に室屋の機体は変更点が多く 540V3.5 とも呼ばれている。機体形状はほぼそのままで共感が同情できる。 タンデム複雑モデル 540T も併売されており、高度な曲技飛行の練習機としても多く、利用されている。2018年レッドブルエアレースワールドシリーズからは、チャレンジャークラスの機体もジブコエッジ 540V2 に変更となる。機体塗装は1号機が青色、2号機が黄色、3号機が赤色をベースにチャレンジャークラスの表記がされている。エッジ540の2007年モデル。 出展、HARA せずダタシット初言性能。ありがとうございます。